感じがしますね。白川今の白川選手も今のスタイルがすごくしっくりというのはやっぱりベルトを持っているチャンピオンとしては、そうですね、なかなかするのも難しい。そういうことね。この狙った膝を手出しどころだと思うんですけど、グラマラスドライバーというのは奪ってますからね。ものすごい角度でしたね。あれもさらにオープンとか、うん、打点が高いです。自分もあーでもまだいけるか、まだいけるか、うん、おー上谷、うわー、このタイトルマッチの前に来た広島での6人タッグいらっしゃって、あのそこの後ろだろー、プランチャスイシーだー、下が得意なんでね。そうですね、そこがうまく活かせると、ただここでスイーパー、うまくポジション切り返しましたね。はい、だから眼中にないっていうことはないんです。だから白川はそこまでステージを上げてきたということですよね。だってブリッジにも影響出てきますよね。そうですね、足でこう、いや着地厳しいですよ。そして膝で白川みなと、あーリバースランキングしたいの。このエルボーの打ち合いの先にはまだお互いこのタイトルマッチ魂を込めたような、ハット左右で張ってバックハンドブロー、ハイキック体勢だ。さらにはあー、ナダレスインプロに行かない、インプラント垂直落下、テクドロップ、戦いの執念、ドラゴンスクリュー、憧れの目標にしてきた白いベルト、白いベルト、白いベルト、さあ白いベルト、生きる希望、上谷かなめ、そこからスクールボーイスープラティックス、上谷さや、ここからスタークラッシュ、スピンキック、ギリ